とつまちやります。なんか悩み相談でも人生相談でも何でも構わないんで、もし興味がある人いたらかけてきてください。何でも、とつまちになってる。まあ何でもいいかなと思って 何でもいいっすよ。はい、わざつ、たくみさんいらっしゃい。おっすー、席の味方、明日、一緒に練習、大丈夫？時間。前枠から、オロロさん、わざつ、いらっしゃい。とつまちやってます。みんなスカイプ ID 知ってるんだ。LINE を下に公開してるから、LINE かけてくる人が多いかな。これです、LINE。うん、よろしく。明日。LINE とつまつですね。うん。はい、ワードツー、ゴルゴさんいらっしゃい。楽しんでいってください。はい、ワードツー、ヌコいらっしゃい。楽しんでって。とつまちやってまーす。終わりはね、だいたい2時間ぐらいだね、いつも。だいたい2時間でいつもワンセットって考えて。別に途中で抜けてもいいし、まだその後配信やりたかったら別に絡んでもいいし。エイキスさんはどついらっしゃい。そこは任せるよ、正義の味方の予定に。全然任せる。バーガー部10個ありがとう。エイキスさんバーガー10個ありがとう。あんまかかってこないんだよね、俺。
結構トツマツやってるんだけど、浅井さんの時はバンバンかかってくるんだけどね。なんかかけづらいのかな？話しづらい雰囲気あんのかな？なんだろうね。よく原因は分かってないんだけど。窓を配信見るために今月から20ギガにしました。もったいねえ。家で Wi-Fi 引けばいいのに。マジで？お金無駄でしょ。家だったら5000円でね、使い放題なのに。猫王すげえな。マジか。WADO の放送を見るためにギガ制限を解除。狂ってるな。まあ20ギガあったらもうほぼ使い放題だろうけど。まあお金に困ってないんだったらいいかもしんないね。あ、1000円プラスなんだ。じゃあいいかもしんないね。20ギガで。安いかも。いいじゃん、いいじゃん。ありだと思うよ。リチンさんいらっしゃい。楽しんでいってください。久しぶりに来てくれてありがとう。トツマチ何でもってのが困るな。いや、何でもいいよ、本当に。もう本当雑談でもいいし、自己啓発についてでもいいし、宗教についてでも、アニメとか漫画とかでも何でもいい。フリートークで全然対応できるから。全然対応できるよ。何でもいいよ。まあ、悩みとか愚痴でもいいし。まあ、喧嘩凸とかうざいけどね。喧嘩凸とかうざいな、さすがに。いい年で喧嘩とかやらないからね。後ろのネスレの機械気にな、使ってるのか。使ってないっすね、最近。よくヘビーで使ってたんだけど、リスナーさんからもプレゼントなんですよ。和道さんって霊感あるんですか？子供の頃そういうのはあったんですけど、今はないっすね。まあ、統合失調症っていう病名に変わりましたね。カプセルのじゃなくてね、これはね、カートリッジで、コーヒーの豆を入れる感じかな。インスタントコーヒーを。これは、カップのタイプじゃないですね。カッチンこんばんは。こんにちは。これはカプセルのやつじゃないよ、これは。ネスレじゃなくて、これバリスタだから、どこだろう。ネスカフェかな。カプセルのは何気に高い。カプセルのは割高だね、ちょっとね。これはインスタントコーヒーをすぐ作ってくれる感じの機械です。美味しいよ。あ、でもコーヒーはね、やっぱ豆から挽いたのが一番うまいと思う。俺は水出しのアイスコーヒーが結構好きで。病気に変わっちゃったの。まあ、だって、ね、霊感があるっていうのは、現代医学からすると統合失調症でしょ。俺はでも、昔、子供の頃の方が感受性が強かったね。霊感みたいなものは冴えてた気がする。でも、俺は、なんつうんだろう、その霊現象みたいなのっていうのは、結構その科学的に証明できるんじゃないかと思ってるから。霊はいないけど霊力はあるっていう感じかな。不思議な力は持ってるよ、人間は。
スライム可愛いでしょ、これ。望みが取ってくれたんだよ。スライム3匹いるからね。ここにホイミスライムもいるし。僕悪いスライムじゃないよ。仲間に入れてよ。可愛いよね、ホイミン。ホイミンが一番好きかもしんない。スパーリングトツ。あ、明日、あれだよ。練習するから、六本木に来てくれんなら、全然、スパーリングできるよ。体どうだろうね。二日間休んでるけど。ちょっと休養を取ってました。明日スパーっていうか、また、どれ深夜食堂さんとコラボして教えてもらう感じだね。六本木駅集合だね。リスナーさんもう一人来るよ。うん。あと、カメラマンの匠さん、リスナーさん二人来るか。うん。うちのマネージャーさんの匠さんと、ドレさんと、あとガチッチが来るね。来る？猫。来るんだったら LINE で詳細送るけど。ただあれだよ。怪我したらダメだから、マスとかになると思うよ。ボクシングじゃなくてね、ムエタイだよ。2時半から、昼間だね。2時半。金縛りになるけど、それは例のせい。例のせいでも、別に科学的にも、両方的に説明はできるけど、問題なのは、金縛りを解くかどうかだと思ってる。和道さんは人間の脳が 100% 使えるようになったら人間はどうなると思いますか？人間の脳が 100% 使えないっていうのには理由があるっていうふうに考えてて、それ、トマベチヒデトが言ってて、あ、面白いなと思って、トマベチヒデトだったと思うんだけど、人間の脳を 100% 使うようにするためにエネルギー換算すると、原発1個分が必要なんだって。で、原発1個分のエネルギーの量が必要なのよ。それくらいのスーパーコンピューターなんだけど、人間っていうのは脳は進化したけど、結局、消化器官っていうのかな。要はエネルギーを取り込む器官っていうのが発達しなかった。で、なんでかっていうと、食物連鎖が壊れるから。要は原発エネルギー分の食料を食べちゃうっていうことは、人類以外滅んじゃうじゃん。だから、変な進化の仕方をしたのが人間なんだって。だからうまくバランスが取れてるだけだと思ってるよ。うん。6月の10日ですね。チケットも発売されていて、結構リスナーさん集まるんで、もし会場に来たら声かけてください。僕のツイッターフォローしておけば、チケット販売先とか全部わかると思うんで、もしよかったらツイッターもフォローしてください。トマベチヒデとは一時期すごいドハマりしたけど、なんか最近はそうでもないかな。なんか話のループに飽きてきたね。で、100% 使う疑似体験みたいなのは、俺は禅とかスポーツやるのが一番いいと思うよ。俺それでトランス状態とか言ったりとか、変性意識状態っていうのを作ったことがあって。要は脳を 100% 使ってるような感覚っていうのかな。だからまあ、なんつうんだろうな。世の中の見え方が変わるっていう。ジムじゃない、公園だよ。公園。っていうか、注文したやつが来ないんだよな、ね。レガースって、キック用の。臨済禅？臨済くんってなんだろう。禅っていうのはまあ、瞑想法だね。簡単に言うと。瞑想です。他の考え方をする人はいない？他の考え方？だからまあ2パターン言ったけど、スポーツとかでトランスフォームっていう、トランス状態っていう、変性意識状態っていうのがそれに近いっていうのが俺の考え方で、で、あとは、まあ、トマベチヒデトの、脳は 100% 使えないっていうのは、エネルギーの質量の問題だっていうやつとか。
なんだろう、どんな考え方があるかな、ちょっとよくわかんないけど、レガースか、レガースかまだ来てない。要は俺はその感覚器官が限定されてるから、脳が発達したとしてもそれを処理できないっていうのが俺の考え方かな。なんて言うんだろう、その脳みそって視覚野がほとんど6割ぐらいが視覚野なんだよね。だからみんな脳って思考するためのものだっていうのが結構俺は間違いだと思ってて、その感覚器官が同時に進化しないと、だから脳がオーバースペックすぎるんだよ。どんだけ処理、すごいハイパーコンピューターでもさ、結局そのカメラのレンズとか良かったりとかマイクとかが良くなかったらさ、意味ないじゃん。え、トマベチヒデと禅のなんか資格っていうか、あれでしょ？お坊さんだし、天台宗のお坊さんだし、禅大好きなはずだよ、トマベチヒデとは。あと、気功の、なんか、気功司会みたいなの、理事かなんかやってるはずだし。あの人、禅に対しては結構、うん。だるまバカにしてた。あー！いや、バカにしてたっていうよりも、彼が言ってるのは合理的ではないっていうことを言ってるだけであって、禅に対して深い、その関心があるからああいうこと言えるんだと俺は思ってるけど、禅を否定はしてないと思うよ。著書何個か読んだけど、20冊ぐらい読んだかな。俺はそういう印象なかったけどな、トマベジヒデとか禅否定派っていうのは。格闘技始めてないよ。格闘技の大会に出るから、うん、配信活動の一環としてやってるだけだよ。運営さんいらっしゃい、こんばんは。医学的にはどう考えられてるんですか？どう考えられてるんだろうね。俺は医者じゃないし、医学者じゃないからわかんないけど。でも、人間の思考そのものっていうのは、その、爬虫類とか、要はセックスしたり食べる、捕食するとかの原始脳、爬虫類脳って言われてるのに、犬猫、要は、喜びとか悲しみとかを司る感情っていうのができて、さあ人間っていうのは大脳皮質っていうところが思考を司ってるって言われてるから、薄い膜なんだよ、脳の外部の。人間がその脳って言ってる部分、その思考とは何なのか、自我とは何なのかとかさ、高度なことをやってんのってすごい薄い膜なんだよね。な、その脳の進化って言われてんだ。トマベチ君は初期仏教とか密教とか好きなイメージがある。よく空海の名前だし、俺もあれだね、原始仏教の方が好きだね。のんたん後ろに寝てるよ。そうそうそう、別に格闘家になるつもりはないよ。企画の一個で盛り上げたいだけで。で、格闘技やってる人から教わってる感じ。面白いのが、その変性意識空間っていうのを人間が作れるようになったのは、現実の世界の体感よりもそのイメージの世界を優先することができるようになったのね。これ人間しかできないって言われてんだけど、エヴァンゲリオンってさ、栄転神経接続って言って、栄転神経っていう言葉が出るけど、それって古いその原始脳からニョキーって生えてんの、大脳皮質まで。これ何を意味するかっていうと、イメージの世界がその
原始脳とリンクしてるの。だから簡単に言うと、妄想の方が現実を凌駕することができるっていう風になった進化なんだ。だからクリエイター脳っていうのかな。だから禅とかができる。動物にはできないでしょ。動物は逆に言ったら現実世界をありのままに捉えることができるんだけど、人間にはそのなんつうんだろう、自分の思い込みとかフィルターがかかっちゃう。だ簡単に言うと、その目に見えないものっていうか、実在しないものをイメージの世界で目に見えるようになっちゃうっていう。だから小さいおじさんとかが見えちゃう。だからこれ霊でしょ。だから精神病とかそっちの世界の方が強いんだよね。クリエイターさんが良くなっちゃうんだけど、考えない人は鬱にならないでしょ。ふかっしーさんいらっしゃい、初見さんいらっしゃい、面白かったらフォローしてください。俺はそう考えてるけど、それは霊はいないっていうことを言ってるんじゃなくて、霊はいるとも言えるし、いないとも言える。だから、あるっていうふうに思い込んでる人からするとあるっていうことで、ないって思ってる人からするとないっていう。これは人間の、その脳と脳の情報の共有の仕方の問題だと思ってて、俺がよく言うのは、例えばみんなが麻薬を誰かに摂取されたと。大量の麻薬をいきなりぶち込まれたと。で、そしたら、自分の体の皮膚から虫が湧いて出る幻覚を見たとするじゃん。で、旗から見ると、あ、誰か虫がいる、怖い、怖いよ、誰か虫取って、やだ、虫が湧いてくるって言ったら、周りからすると気持ち悪って。うわ、麻薬患者だ。気持ち悪って。要は妄想だって思うわけだけど、自分がもし誰かに麻薬を打たれてそういう幻覚を見たら本当に怖いでしょって。本人は本当に虫が見えてるんだから。超怖いじゃん。毛穴からアリとかがブワーって湧いて出たら怖いでしょ。もう同じリアクションすると思うの。誰か助けてって。だからそれが、その現実にいるっていうことと現実にいないっていうことの説明。霊はいるのかいないのか。だから霊って今は虫で例えてるけど、幻覚じゃん。タイムマシンの可能性については、俺は過去に行くことは無限にできると思うけど、未来に行くことはできないと思ってて、っていうのも、時間の捉え方が物理学者と、その一般人の考え方っていう時間の概念が違うんだよ。で、俺は時間軸っていうものは存在しないと思ってて、あくまで運動を表す数学の上で作られた定義だっていう、運動そのものを指すものだと思ってるの。だからみんなが考えてる漠然とした時間っていう概念は実は世の中には存在しないのね。うん。だから俺はタイムマシン、未来に行くことなんてそもそも不可能っていうよりも、みんなが思ってる時間っていうものがないって考えるのが俺の考え方。どうしたらふわっちで稼げるようになりますか？それは、もしよかったらそれ話長くなるから、ふかっしーさんにとってどういうアドバイスをしたらいいかっていうのが違うのね。だからもしよかったら凸かけてきてもらえたら詳しく説明します。っていうのも、ふかっしーさんが今どういうふわっちで活動してるのかによって、またどれくらいのフォロワーがいるのかによってアドバイスの仕方が変わるんですよ。だからそれはふかっしーさんと話してみないとわからないから、ふかっしーさんと、まあ話してみないとわかんないかな。UFO はタイムマシンと思ってるけど、どう思う？UFO っていうのは、言語を正確に言うと未確認飛行物体だから、俺は UFO は確実にいると思ってるんだけど、タイムマシンは、だからタイムマシン。だから過去に行くことはできるけど、未来に行くことはできないっていうのが俺の判断だから、そもそも時間軸がないっていうのが俺の考え方だから、だから UFO はタイムマシン説は俺は否定してるけど、UFO はあると思ってる。バガバッドギーター読んだことないですね。
なるほど。やっぱり高速を超えることが鍵なのかな。高速を仮に超えたとするっていうことがまず無理だと思ってるの。みんなが思ってるのは人間の質量そのままを高速を超えるっていうイメージだと思うけど、まずそんなこと物理的に俺は不可能だと思ってる。で、超えたとするなら多分肉体自体が耐えられないはずなんだよ。それに。うん。時間って人間が、そうそう、俺はだからね、数学的っていうか科学的概念としての時間っていうものは運動を指すわけよ。運動そのもの。で、人間が思ってる何時何分とかっていう便利なツールあるじゃん。カレンダーみたいなもの。あれっていうのは、なんつうんだろう。文学的なっていうのかな。文学的な時間概念だから。そこは明確に分けないといけないと思ってるの。だから、妄想の世界っていうのかな。UFO って単なる未確認飛行物体。そう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 。科学も所詮宗教だよね。俺は科学は宗教が発展したものだと思ってるから。まあ科学は面白いけどね。好きだけど。重力によって時間の進み方って変わるけどね。うん。だから、その、文系の人がそれを言うのと、その、数学者がそれを言う、物理学者がそれを言うのって意味が違うと思ってて、なんていうのかな、重力によって時間の運動の進み方が違うっていうことを文系がそれをなんかファンタジーとして捉えてるっていうのが俺の感覚かな。ちょっとニュアンスが伝わるかどうかわかんないんだけど、SF ってそういうものだと思ってるね。だから言葉遊びだと思ってるから。まず、その、タイムマシンが、もし仮に、その文系が言うタイムマシンができたとしたら、この世の中っていうのは、その、タイムマシンをしてきた人が増えるはずなんだよね。ジョン・タイターはいないんじゃないかなと思ってるけど、預言者みたいなのは俺はいると思ってるから。だから、俺が可能性があるとしたら意識を飛ばすことだと思ってる。タイムマシンっていう、ものに一番近いのは思考そのものを残して時間軸に残すっていうことが、だから過去にはいけるっていうのはそこなんだけど、でもそのもしその過去に行く装置っていうのは可能なんだけど、それと同じ質量を持たないといけないんだよ。過去に行くためには記録媒体なんだよね。だから過去を変えることはできないんだよ、俺の理論だと。エビセンさんワード2、過去を完璧に再現する装置みたいなのは過去に行けるけど、ただ DVD のすごいやつを VR とか匂いとかつけて再現するだけだから変えることはできないっていう。アルコールにヒント、どうだろう、よくわかんないアルコールにヒントがあるかどうか。ビデオテープ理論で過去に戻れる。そう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 。だけど、それってみんなが言うタイムマシンと、俺はだから本とか読んでても、漫画とか読んでても、過去に行ってる感覚っていうのがあるのね。記録媒体っていうものはそもそも過去に行く装置だと思ってて、それの精度の問題なんだよ。だから VR であろうと何であろうと、過去には行けるんだけど、そこに対して干渉ができないのであれば、タイムマシンの定義とは違うでしょ。だからパラダイムシフトとかが起こらないわけだから。だから俺は、その、時間の捉え方っていうのが、その、文系と理数系と全然違うと思ってるから。宇宙人論争、俺は宇宙人は確実にいると思ってるから。それを論争することの方が間違ってる。宇宙人はいないって考える方がおかしい。宇宙人はいますよ。ただその知的生命体を、それホーキング博士が指摘してるんだけど、知的生命体が誕生するのって星の末期なんだよ。その膨大な宇宙時間の中で星が誕生して、その2000年とか3000年とか、まあ長く見ても3,4,000年なわけですよ、人類っていうのは。その3,4,000年っていうのは星の誕生の後期にできるもので、星の終わりが近いのよ、膨大な宇宙時間からすると。で、
移動距離が何光年とか何億光年とかで発生するのね。奇跡的な存在だから、だから移動ができないっていう風に考えるっていう。何種類ぐらいいるのかな？あのね、何種類いるのかっていうのは、確かね、200万個体いるって答えたのかな？ホーキング博士の理論だと、200万種類はいるっていう風に答えたんだけど、俺らが思ってるより宇宙の時間が長いってことよ。簡単に言うと。で、交流ができない。理屈的に距離が離れすぎてるから滅んじゃうっていう理屈なんだよね。だからもし現実可能だとするんなら、ウイルスみたいなものを拡散させるって人類を新しく作るっていうのが一番近い。俺はそれが人間なんじゃないかって考えてるんだけど。チビタバド2。記憶媒体を過去に送る。違う違う違う。記憶媒体っていうのはさ、例えば本っていうのはこれ何年か前に作られたものじゃん。それを現代に伝えてるわけだから過去に行けるのと同義じゃん。だからそれを映像化するのか匂いをつけるのかって精度がどんどん上がれば上がるほど、過去に行く疑似体験みたいなものができるだけであるけど、それは本当の過去とは言わないでしょっていう。ものすごい昔に地球文明があった説は信じる。現在と同じぐらいの。現在と同じぐらいのとは思わないけど、文明はあったとは思うよ。ロストテクノロジーとかがあるから、現代で再現できないテクノロジーっていっぱいあるのね。ダマスカス港とか日本刀とかもそう。鎌倉とか室町時代の日本刀とかもそうなんだけど、作り方がよくわからないものっていっぱいあるんだよ。ロストテクノロジーで検索するといっぱいあるよ。で、まあ文明はあっただろうね。っていうよりも人間の進化が何なのかっていうと、これ面白い学説なんだけど、原始人って言われてる人間と現代人って、実は脳みそが進化したと思ってる人いっぱいいるでしょ。これ全然違うんだよ。人間っていう知能がある程度発達してから、ここ数千年そんなに進化が行われたわけじゃないんだよ。実は情報の記憶の蓄積、要は社会に対して蓄積が行われていくわけじゃん。要は学問とかを体系的に勉強できるとか。これが、だから原始人がタイムスリップして子供の頃からこの地球に生まれたら現代人と変わらないことをするっていうのがその説なんだけど。だから、文字とか教育とかがそれを支えてるっていうのかな。例えば、原始時代に iPhone を送ったとしても、これただの鉄の塊とか石の塊に見える。石板に見えるわけだ。わかるかな？だけど、生まれた時からこれ終わったら、使えるんじゃないかなっていうふうに。火山の火口部、地底人説ね。うん。おい、かちゃんいらっしゃい。不純物混ざりまくって今がある感じ。うん。だから、データを引き継いでるっていう感じかな、俺の感覚からすると。生まれた時から2カ国語を学べばどっちも話せる。そう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 。だから現代人がさ、狼に育てられると狼人間になっちゃうじゃん。あれ現代人じゃなくて。しかも現代社会に戻すとすぐ死んじゃうんだよ。あれと同じ。だから環境が一番でかいと思ってるね。バカありがとう、椿さん。そうそう。それが、まあ一番近い理論じゃないかなっていう。タイムスクープハンター。NASA で水分がある星が2つあって生命がいるかもしれないってニュース言ってました。あ、最近のニュースであるね。っていうのも、まず宇宙にどれくらいの星があるかみんな知ってる？星の数って、よく星の数ほどとか比喩の例えで出てくるけど、地球上にある砂粒より多いんだよ。それをイメージするとわかるでしょ。宇宙にある天体、星の数っていうのは、地球上に存在する砂粒の数より多いんですよ。まず、これを理解できるようになると、で、それくらい距離がでかいっていうことなんだけど、はるかに多いのね、地球の砂粒より。だから、水のある星も、生命体のある星も、いるだろうっていう。新しいフォロワーさん、コータンさんフォローありがとう。UFO ってタイムマシンじゃないならアメリカかロシアの兵器。俺はそれが一番近いと思ってるね。円盤系の飛行物質っていうのはもうとっくに作られてるから。宇宙が何個かあるか。あ、膜宇宙論って言って、最新の、あれですね。なんだっけ。物理学で提唱された。女の人の学者さんが提唱したやつね。膜宇宙論。
13次元を説明するのに一番都合がいいやつだよ。いや、話題振ってくれたら変えるよ、全然。まず俺が言うのは、俺も宇宙人だからってよく言ってて、まずそれは言葉遊びなんだけど、まず宇宙人がいない、いるで言ったら、まず俺宇宙人でみんないるじゃん、宇宙に住んでるんだから。これは文系の言葉遊びで、さっきも言った通り、星の数ほど星がある、砂の数ほど星があって、文明社会がないって考える方がおかしいっていうのが俺の考え。理論だけで宇宙理解するのって辛い、うん。ドラゴンボールに出てくるような生命体いると思います。俺が思ってるのは、人間みたいな形をした生命体じゃないと思ってるね、宇宙にいる生命体は。そもそも水分があるから生物がいるっていう定義がおかしいのかもね。いや、それはね、確か合ってるんだよ。知的生命体を生むために、まず水がないと生命の原子みたいなものができないっていう原理があって、それはね、合ってると思うよ、俺は。ただそうじゃない生命体もいてもおかしくはないなと思ってるけど、水は必要不可欠な要素なんだよ。もう地球っていうのがいかに奇跡な存在なのか。それは合ってると思うよ。水を発見しない、水がある惑星っていうのを発見しない限りね、生命っていうものは実はできないんじゃないかって。お金かければ名前つけられるみたいなね。まあね、すごい量の数があるわけだからね。まあ普通は第一発見者とか3人までが名前つけることができるんだけど、だから3つ名前がつながるんだよね。3人までだったと思うよ、確か。新しい星の命名者。新しいフォロワーさん、ゆうたんさん、フォローありがとう。ゆうたんさんね、さんこんばんは、楽しんでってください。ポツ来ないね。まあまあまあ、デフォーですよ、いつも来ないですよ。新しいフォロワーさん、カブニートさん、フォローありがとう。 LINE だとかけたくないのかもね。うん、まあいいんじゃん別に。まあまったりさ、みんなで話してるのも楽しいよ。楽園主義、楽園主義って何？
楽園主義、なんだろう、バビロン、それは無理じゃないかな。なんでかっていうと、俺はなんつうの、今の日本って楽園だと思ってるんだけど、それでもこんだけ自殺者がいるっていうわけじゃないですか。だから人類がどれだけ発展してどれだけ便利になったとしても、幸せじゃない人っていうのは必ず生まれてくると思ってるから、全員が全員の理想郷を作るのは無理だと思うよ。え、嘘。配信を見ながら小島電機で買い物してたら、電気屋さんが和道さんですかって聞いてて、電気屋さん見てる、ありがとう、嬉しいな。あぬんなきさん、こんばんは。いや、嬉しいですね、それは。電気屋さんに轟く知名度。コメントで書くと長くなるから、これを見て、見ましょうか。楽園主義とは。楽園主義って初めて聞くな。一種の政治体制で共産主義と似てますが、労働階級が存在しません。あ、だから俺が言ってるのは、日本は100年後労働っていう概念はなくなるっていうのが俺の持論だから、100年後だろうね。俺全くこの意見は同意見で、多分こうなると思ってる未来、ちょっとざっと読んで今思ったけど、俺はこうなると思います。嬉しいね。やっぱね、配信者だから名前がね、いろんな人に知ってもらうっていうのはありがたいことだからね。はい、和田通さとしさん、配信者が認知されてきた。そうだね。AI っていう存在が出てきても俺は実現できそうと思った。みんなが思ってるね、 AI ってね、専門性 AI とね、あの人、なんつーの、その人工知能とごっちゃにしてるんだよ。で、専門性 AI っていうのはコンピューターが得意なジャンルなんだけど、人間の思考みたいなものっていうのはできないと思ってるよ、俺。労働者の洗脳とかなきゃ、いや、無理だと思うよ。それはね、あの、俺はモハメド・アリの黒人？モハメド・アリって黒人から批判されてたっていうのを見たときに、あ、人類って変わってないなと思ってて。モハメド・アリってさ、黒人が味方してあれだけの運動起こったと思ってるけど、全然違うんだよ。モハメド・アリを叩いてた人って黒人なんだよ。だからね、洗脳を解くって大変なんだよ、社会的な。自動運転は専門性。そう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 。要は、将棋で人間に勝つとか、要は限定した空間で計算させると、人類よりもはるかに進化してるんだよ。専門性 AI っていう。だから運転だけとかさ。要は計算させることに関しては、もう人間をはるかに凌駕してるんだけど、思考そのものが人間っていうのは何なのか分かってないから、実は脳機能学とか生物学とかに近いって言われてて、ここはリンクしてんのね。だから人間の思考そのものを完璧に理解しない限り、まず無理なんだよ。文学的 AI は映画の世界だけかな。専門性 AI。そう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 。ここがね、ごっちゃになってるんだよ。だから将棋がさ、羽生さんよりも強い AI って多分ここ数年でできると思うんだけど、勝率すごい高い将棋の天才みたいな AI ができると思うけど、まあ、彼が人間と同じようにイノベーションを起こせるかっていう問題だから。 Siri はどちらかっていうと、あの、そう、人間の思考をする AI に近いって言われてるんだけど、人工知能にも、あの、二つあって、あの、無能人工知能って言って、そう、アルゴリズムだけで応答のパターンを、返答を変えるっていうやつと、本当に思考させるっていうのがあるんだけど、思考させる方はね、実はね、うまくいってないんだよ。だからそれはね、あの、プログラミングやってる人だと無能 AI とか知ってるはずなんだけど、要は人間っぽく見せることはできるの。だけどそれは人間じゃないんだよ、やっぱり。思考そのものがなくて、思考をしてるかのように見せてるだけだから。だから思考が何なのか分かってない、人類は。要は不確定要素が多すぎるんだよ。人間は近い将来 AI に負けるとか聞くけど、本当かな。まあ、それを文学で言い始めたのは、あれだって言われてるよね。
フランケンシュタインから始まってて、まあで、最近で一番有名なのだと、ターミネーターとか、攻殻機動隊の世界だよね。だけど、俺は攻殻機動隊みたいに、コンピューターを埋め込んだ人間っていうのが一番近いと思ってるかな。それが一番実現可能だと思ってる。コンピューターのいいところを外部機能として捉えるっていう。AI の言葉が出てきたから、コンピュー、ゲームでコンピューターじゃなくて、VS AI って言葉に変わってきた。大した問題じゃないけど。まあ概念が変わったんだろうね。CPU だっけっていう考え方で言うと AI って考えるよね。負けるっていう解釈しないでいいと思うと思うけどな。負けるっていう解釈。うん。いや、だから計算能力に特化してるんだよ。単純に言うと。だから、道具でしかないと思ってるけど、今の現段階で言うなら。それよりも、人間の思考データそのものをハード、なんかスーパーコンピューターに埋め込んだりする方が現実的に近いと思ってるかな。ただそれって自我の確率がずっと普遍的に変わらない存在だからどうなんだろうっていうのは思うけど、要はだからその瓶の中に脳みそ詰め込むっていう実験、思考実験とかよくやられてるけど、それって生きてるってことなのかな。マトリックスだよね。だから俺はあんまり現実的じゃないと思ってるよ。ただまあ労働は必要なくなるなとは思ってるけど、労働の価値の概念みたいなものは確実に起こるだろうね。テレビで AI を人間に埋め込む AI 人間の開発してるテレビやってたらちょっと怖い。それはもう昔からやってるよ。だってもうチップ埋め込んでる人間なんてすごいいっぱいいるんだから、50万人ぐらい年間増えてんだよね。 Siri で AI って何って聞いたら答えてくれる。聞いてみようか。AI って何？こちらが見つかりました。ウィキペディアで AI 出たじゃねえか。教えてねえじゃん。AI って何？こちらをご覧ください。ウィキペディアだな。AI って何？はい、こちらが見つかりました。AI ばっかりだな。答えのパターン変えてるだけだね。AI って何？ウェブで答えの型に関する情報が見つかる。だからいいから。 AI って何？こちらをご覧ください。ただのググってるのを簡略化してるだけじゃない。これが限界なんだよ。だから分かったろ。言い方変えてるだけでさ、ググってるのと一緒だから。これ何も変わってない。なぜチップ埋めた人間が増えてるの？簡単に言うと、俺がテレビで見たのはここにチップを埋め込んでて、例えば家の鍵とかをここに暗号化された、フェリカみたいなタッチのやつつけてて、鍵とかを簡単に開けられるとか、要はここの AI でテレビのリモコンつけるとか、そういう便利なことが行われるってやつ。うん、まあそう、これが限界なんだよ。アメリカ、そう、関谷清雄のやつでやってて、やりすぎ工事で。 iPhone だねこれは。あ、脳に埋めてる人もいて、実際に猿の腕をこうやってガチガチに固めて、脳のチップを埋め込んであるの。要は電脳化してあるの。プラグで刺してっていう。で、その猿の実験って面白くて、猿にロボットアームをつけて、脳のチップと連動させてるの。で、猿がやったのって、猿が動かしてリンゴを取って食べたの。ここまですごいって思うじゃん。要は、猿の腕は固めてて、ここにアーム、疑似アーム、擬態化をさせて、脳で、そのアームでリンゴを取って食べたの。で、その後の行動が面白かったのが、猿が何やったかっていうと、ウィーンつって指をここにやって、指を舐めたの。これ、何が面白いかっていうと、猿の取った行動の、その生物学でいうところの、自分の指を舐めるっていうのは自分の体だって認識してるらしいんだよ。そう。これはすごい面白いなと思った。だから、コンピューター、人間もここに埋め込んでて、その、考えるだけでコンピューターに、その、アルゴリズム書いたりとかする、行動を書いたりする人とかもいるんだよ。だから、頭で考えるだけでマウスが動くの。そういうの、人はいるよ。
埋め込んだ情報が書き換えられて使えなくなったらどうするんだろう。まあそれはだから病気と同じ扱いになるんじゃないかな。マジマジ。これはでも結構前だよ。もう何十年も前の話だよ。最新のデータじゃないよ。だって乙武さんがそのなんだろう、それは脳にチップ埋め込んでないんだけど、もう手でなんか取ってたよね。擬態化の方が近いと思ってる。これからハッカーっていう存在がもっと脅威になりそう、うん、労働がなくなるとどうやって生活するのかな。いや、なんかコミュニティみたいなのを作って労働ごっこみたいなのは俺はやると思ってるけど、だからまあどうなんだろうね、わかんないけど、資本主義そのものがなくなると思ってるから。うん、そうそう、貨幣がなくなるっていう、そう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 。乙武さん不倫してたけどどうやってエッチしてたんだろう。あー、どうって、まあチンコあるわけだからね、子供がいるわけだから何でもできるっしょ。でも、乙武さんがモテるの俺はわかるけどな。人間力高いじゃん。その辺にいるね、腐った男よりも全然稼いでるからね。人間的な魅力すごいある人だと思うよ。女の人がほっとかないでしょ。はい、こんばんは、高谷さん。労働って人間の本能なのかな。労働が人間の本能じゃなくて、支配階級にあるような頭のいい人の本能だと思うね。はい、まんまるさん、風船ありがとう。アイテムありがとう。アイテム、もし応援してくれる人はアイテムよろしくお願いします。こんにちは。バガープレゼントありがとう、ヒカルさん。バガーありがとう。ありがとう、カエルさん。カグラっていうものかな。カグラさん、ハートを4個ありがとう。人間にそんな醜悪な本能はついてません。いや、俺は人間は醜悪だと思ってるよ。オロロさんから花火いただきました。オロロさんありがとう。オロロさん花火ありがとう。窓を押す。ゴーツーさんいらっしゃい。ありがとう、押してくれて。よし。オロロさんからいただいた花火でダンベルやります。よいしょ。おもっ。今月やばいぞ。よいしょ。いきます。よし、いきます。一回、二回、三回、四回、五回、六回、ありがとう。そう、今月からダンベル増えた。マックスの10キロ。10.5
11キロぐらいない、11.5 かな、なんか忘れちゃったけど。ハート10個ありがとう。ハッチありがとう。資本主義のトップって投資家？いや、資本主義ってある程度まで行くと投資しかできなくなるんだよ。お金を増やそうと思うと。だからまあ、その答えで言うとトップは投資家で合ってると思うよ。ある程度さ、自分で稼ぐっていう労働の概念からだんだん外れていくんだよ。バーガー2個ありがとう。うん。それはまあ、しょうがないでしょ。うん。そういうもんだと思うよ。俺はでもそのお金が終わるっていうよりも、なんか現代人が生み出す新しい価値観みたいなものが面白いと思ってて、最近ね、お金よりもあの上の概念っていうのが若い子たちが作ってきて、それが面白いと思ってるね。多分お金よりもフォロワーの数がいる方が幸せになれると思ってる。自分のことを良くしてくれる人が多いっていう。こんにちは。トロゼさんいらっしゃい。要はお金じゃ幸せになれないよねっていうか、お金って一部の恵まれた人しか稼げないよねっていうのがだんだん本能で分かってきたんだと思うよ。人間って運の要素がすごい強いから、だってね、お金持ちの子供しかお金持ちになれないじゃん。なれるんだけど、そのね、努力の量が変わるから。だからこのなんつうんだろう、相続っていう概念がある限り俺は平等じゃないと思ってるからね。なんかその動物的な本能に縛られてるって考えちゃう。大きな価値観の転換が起こるっていうのはイノベーション、要は技術的な革新、環境の変化が思想の変化を生み出すと思ってるから、環境が変わらない限り無理だと思う。で、なんでそういうフォロワーの数が多い方が幸せになれるって考え方ができたかっていうのは、俺はインターネットが発展してきたからだと思ってるね。配信業ってさ、簡単に言うとさ、あの規制することじゃん。まあ、どのビジネスも本質的に言ったらそうなんだけど、あの俺は仕事として成り立つなっていうふうに思ってたよ。だってさ、なんだろう、10万人ぐらいの暇つぶしやってたらさ、それは仕事として成り立つでしょ。だから俺は全然見えてたけどね、この世界でのし上がっていったら食えるっていうのは。楽園主義が現実可能になるかって言ったら、俺は生きてる間には可能にはならないと思ってるね。うん、まあ多分100年後ぐらい、2世代あと3世代あとぐらいだと思ってるね。特に日本はね、高齢化社会だから、少子高齢化社会だから。アンチいてもメンタル強くていいな。ブロックすればいいじゃん。いや、シンプルに本気でそう思ってるんだけど、ブロックすればいいだけじゃん。自分が俺選んでるから、リスナーさんかなり
そんなに困ってないのね、うん、この人と付き合っていきたいなっていう人としかつるんでないよ。配信者うなちゃんマンだけど引退しちゃったんだよな。うん、うなちゃんマンが多分一番好きだよ。あとまあエミさんと、いやでもね、俺ね、配信者っていうカテゴリーで好きとかあんまり思ってなくて、人間として好きなのはエミさんとかうなちゃんマンとかかな。だから結局どんなものでも人だと思ってるから、うん、あんまりジャンルに縛られてないっていうか、別に配信者として好きとかそういうんじゃないな。うん。うん、うなちゃんマン好きだね。そういえばエミ最近放送してないな。まああの人はもう作家になっちゃったからね、文化人だと思ってるよ、うん、本業変わったからね、配信者じゃないよ。俺はでもそっち側に行くような力のある人だなと思ってるけど、配信者でねとどまる器じゃないあの人は、うん、今引退したんだからただの佐野じゃない。まあだから俺はただの佐野が好きだったから、なんか配信者っていうカテゴリーがどんどんなくなっていってると思ってて、昔はその配信やる人って少数派だったけど、今の若い子からするとなんかテレビ電話ぐらいにしか思ってないんだよ。なんかリスナーで配信、私も配信者ですっていう人増えたじゃん。だからその規模の違いがあるだけで、みんな配信者とリスナーが混ざっていってる感じがする。そういうカテゴリーがなくなっていってるっていうか、そうそう、テレビ電話でしょただので、面白い人間には人がつくし、普通の人にはつかないっていうだけだと思うよ。まあ結賀さん面白いけど、見てる分には面白いけど、まあクズだからな。俺は人としては尊敬はできないね、彼のことは。付き合おうとは思わない。とりあえず。うん。結賀さん面白いよね。見てる分には。あ、ミズニアン好きなんだ。うん。ミズニアンはちょっと思い込みで話しすぎかな。うん。ミズニアン面白いかもしんないんだけど、なんか思い込みが強いっていうか、思想がないよね、彼には。一昔前までは配信者は変わり者って認識。そうそうそう。だけど配信者なんか腐るほどいて、目につきやすいっていうか、人が集まりやすいのが尖った考え方してる人だけでしょ。だから変人枠だよね。だから普通の人見ても面白くないわけじゃん。変人が見たいわけだから。だから変人の方が人気が出るっていうのは俺はわかるよ。うん、いやまあ別にどこで配信してもいいと思うんだけど、
ゆいがさんはね、ふかしっていうか、なんだろう、大きく見せたいんだよね、自分のこと。ありのままの自分を表現できないっていうのは、どうなんだろうなっていう。俺は別に力なくてもいい、別に力なくてもいいと思ってるから、それを別に、それを、今の自分を受け入れるっていうのはすごい大事なことだと思う。賢いかな。俺結構ミズニアにこの前叩かれたんだけど、なんか生活保護不正受給してるって言ってたけど、まあ全然的外れな意見で笑ったけどな。うなちゃんマン撃ってました。何撃ってたって。覚醒剤何撃ってた。ああ放送か、コメント打ってた。そうそう、結構最近だよ。2週間ぐらい前にすげえなんか言ってたけど、囲いが、いや水には言ってること間違えてるよってボロボロに叩かれてたよ。お前和道の配信見てねえだろうっつって、よく名前出せるなって。で最終的に俺トツで話そうぜって言ったんだけど逃げたの彼が。なんかスカイプだったらいいとかなんだかんだって言ってずっと逃げてたね。だから論破されるのが怖かったんでしょ。いやあれね、見えっ張りっていうかね、多分本人は本気でそう思い込んでるんだよ。すぐバレる嘘じゃなくてね、要は統合失調症なんだと思うよ。嫌い、まず見ない。的外れな炎上ネタで滑ると和道さんの知名度が知れただけ。まあそうだね。まああれは明らかに便乗芸だったよね。まあそれは彼のスタイルだからいいんだろうけど、俺は彼がクリエイティブな能力あるとは思ってないから。ミズニャンがまあ稼ぐセンスはあると思ってんの、配信のセンスもあると思ってるけど、俺別に配信でその何かをやるっていうことがかっこいいと思ってないのね。キッズじゃないから。そうじゃなくて、その人間がどういう人間かとかしか興味がないから。俺は別にミズニャンが配信ではすごいね、どんどん上に行くだろうけど、彼がクリエイティブだとか、なんかすごい人間だと思ったことは一回もないね。あ、いや、別にどっちの敵とか味方とかじゃなくて、全然ね、ミズニャンのファンがいて俺はいいと思うよ。なんかミズニャンのファンは俺の放送見るなとかくだらないこと言わないけど、俺は別に彼がすごい人間だと思ったことは一回もないね、正直。まあ人集めようと思ったら人集めるのなんてそんなに難しくないんだよ。なんかその味方だ敵だってやってるうちはね、俺はなんか小せえと思ってるから。うなとかワドみたいな豆知識が聞ける配信。いや九太郎よ、いやお前2だな。俺以外にいるかよ。おいこんだけ知識あってよ、お勉強になるだろ。ああ、いや、キャリアがちげえからよ。なあ。いいだろ？俺の放送いいだろ？おい。俺の心の中にうなちゃんマンいるから。死んでねえから。フォーエバーだから。フォーエバなんかうなちゃんマンにはセンス感じるんだよね。
うなちゃんマンにはセンスを感じるよ、俺は。いや、引退したけど、そろそろ帰ってくんじゃないのっていうのが、まあ、配信者界隈で言われてることだよね。誰かがポンプしたらそろそろ帰ってくるっていう。ただ、ポンプするとめんどくさいから誰も名乗り出ないだけっていう。なんか誰かが料理のことディスったらそろそろ戻ってくるだろうねってみんな言ってるよね。思ったより今回の引退長いよね。朝うな、うなちゃんマンのすごいところっていつ見ても抜群の安定感があってそこそこ面白いっていうのはすごいと思ってるけどね。本当に安定感がある。まあ俺はやめないんじゃないかな。え、ツイッター上でやり合ってんの、パイセンと。それ面白いね。あの人は良くも悪くも話題にされるし愛されてる。愛されキャラだと思うよ、ちゃんまんは。うん。安定感すごいあるよね。石川のりゆきなあ、あんまりハマんないんだよな。カリスマだよね。一回も、石川のりゆきが一回面白いなと思ったのは、牛丼食ってて一言も喋らないで警察官に対応してたのはすげえ腹抱えて笑ったけどな。あと森丼。森丼はめっちゃ笑ったけど、なんかあんまりハマってないですね、僕。年が近いっていうか、同い年だからかな。牛丼の回はすげえテクニックあるなと思って。なんか石川紀之ってもう本当配信サイボーグっていうか、配信界のなんかヒョードルみたいなイメージで、なんかもう何やってもやっぱセンスがすごいのよ、同じ配信者として。もう正解っていうか力強いっていうか、なんかまあ芸能界でいうビートたけしみたいな感じだよね。だけどなんだろう、もう、なんだろう、配信でこいつとガチンコで殴り合っても勝てないなぁと思ってるし、そこは自分の畑じゃないなぁと思ってるね。だからまあ、好きか嫌いかだけで言ったら好きなタイプではない。っていうのも、理屈じゃなくてね、彼ヤンキーなんだよ。頭がいいんじゃなくて、力強いんだよね。要はそこに惹かれてると思ってるから、石川紀之好きな人はね、多分そこなんだよ。理論派じゃないんだよね、彼って。思いっきり強いタイプなんだよ。これはもう全くわかんないっていうレベルだな。見たこともなければ、すげえなーっていう、閲覧すげえなーって感じで。事故を起こしてから俺はなんか、丸くなって魅力が広まった感じがするけどね。俺は事故起こした後の方が好きだな。人間的にすごく丸くなった気がする。いや、わかんない。見たことないから。これこれって人。ただ、10万人ぐらい、アクティブ10万人とか初めて見たのはこれこれだったよね。えって、リアル、え、10万人じゃないか、1万人かな、10万人だかな、すごい人数いたよ。多分史上最高記録ぐらい見てたよ。あれはすごいなぁと思ったけど。まあなんかすごい面白いんだろうね。人が集まるっていうことは絶対面白いわけだから。
でもね、大衆受けするか、マイノリティ受けするかで言ったら、俺はもう間違いなくマイノリティ受けするタイプなんだよ。要は、キッズとか、なんだろう、キャーっていう層じゃないんだよね。だから、その割では俺トップ走ってると思うよ。そう、特定のジャンルでトップ走ってると思う。うん。よくこんなコアなリスナー集めてるよなっていう。だからね、その、なんだろう。例えばさ、ビートたけしはもうできないことっていっぱいあるじゃん。彼は看板だからさ。ビートたけし、なんて言えばいいんだろうな。だから俺はよく言ってるんだけど、伊集院光とか、水道橋博士とかが好きだから、そういうタイプなんだよね。キッズ向けだよね。いや、話は面白いと思ってくれてるから見てくれてるんだけど、俺ね、こんなに、このジャンルに特化してこれだけ人集めてるのは俺ぐらいだと思う。そうそう、アングラ界なのに、アングラ界でトップ走ってんの俺だと思うよ。うん。こんだけさ、コアな話題やってこれだけ人集まるって結構異常だと思うよ。普通ね、アクティブ20とか10とかで終わっちゃうと思う。喋り方変わったのはしょうがないよね、あれは。もう死んでもおかしくないから。喋りに、そのテンポが悪くなったよね、確実に。だから漫才師のたけしはあそこで死んでると思ってる。でもそれで良かったんじゃないかな、俺は。彼の本質っていうのはそこじゃないと思ってるから。うん。うちは、だから、リスナーのコアな層っていうのかな。なんか結構、どっぷり配信見てくれる、これだけいい層がいるから、結構強いと思うよ。うん。まあね、共感してもらってなんぼみたいなところあるからね。でも世間一般では俺の考え方とか受け入れない層だと思うけど。和道が言ってることなんだかわかんない。だからね、よく言われるのが、和道の話、よくわかんないって言われることが多い。配信者の人に。なんか小難しい話をしすぎっていうか。うん。だから、その、オタクの喋り方だよねっていう。わらわらとかないじゃんって。だから一般に受けづらいよねっていう。ミズニアにはコアなファンいないだろうね。でも、コアなファンがいなくても、あれだけ閲覧取れるっていうのはセンスがあることだと思ってる、俺は。センスも必要だしね。だから、それはさ、配信のスタイルなんだよ。うん。俺は、どちらかというと、その、売名とかは、やろうと思えばできるんだけど、俺自身のモチベーションが下がるんだよ。閲覧取ることってそんなに難しくないのね。配信長くやってるとわかるんだけど、フォロワー増やしたり閲覧を伸ばすだけに特化したら誰でも増やせるんだよ、センスがあれば。で、増やそうと思っても増やせるんだけど、そこにね、なんか自分の思い描いたビジョンみたいなものが繋がらないんだよね。頭打ちになるのがわかってるっていうか、それをさせたら金梅さんに勝てないっていうのはわかってるから、それに特化したのが金梅さんだから。売名ファイターっていうか、売名とは違うな、炎上ファイターっていうのかな。炎上芸させたら勝てないっていう。だからね、多分ね、属性として一番近いの、香川さんに近いと思うよ。うん。多分ね、ジャンル的に近いのは香川だと思ってる。実はリスナーは被ってないから競合はしてないんだけど、やろうとしてることはかなり近いと思ってるね。そう、キャラも違うし内容も違うから、え、違くないって普通の人は見るけど、深く見れる人だったら、あ、香川と和道のスタイル似てるの分かるって言ってくれるはず。要はね、目指してるところとかスタイルが似てるんだよ。キャラは似てない。キャラは全然違う。のんたんも言ってた。和道さんと香川が似てるって映画の時。あー。まあ、のんたんはね、香川のガチ囲いだからね。
いや、多分ね、香川さん見てもワドと全然違うっていう風に思うはず。それは、キャラが違うからの。ただ、配信の構成とか組み方とかやりたいこととか、それはすっごい似てるはずの。いや、キャラクターが違うと別人格だから違うと思ってるけど、香川と俺が考えてる先とかやり方みたいなものはすごく似てると思ってる。キャラが違うから、そのファン層が違うんだよ。うん。だから香川そのものが面白いとか似てる、和道に似てるとかそういう話じゃないんだよ。うん、考えてやってるタイプなんだよね。スタイルが似てるっていうのかな、うん。ボクシングスタイルが似てるだけであって、ファイターの喋ることとかパンチ力とか違うじゃん。うん、そういう感じ。ファイトスタイルが似てるんだ。そこまでちゃんと見れる人は配信通だと思うよ。うん、だから、それを間違えたのが俺、ゆいがさんだと思ってて、ゆいがさんのすごい強みになってる部分と、うなちゃんマン、多分ね、俺思うんだけど、ゆいがさんはどこ目指してたかっていうと、うなちゃんマンやろうとしてたんだよ。だけど、ゆいがさんの面白さってそこじゃないんだよ。だからね、それが失敗だと思ってるね、ゆいがさんの。ゆいがさんはもっとレジェンドになれるんだよ。だけど、その、佐野スタイルを追いかけてるからああなってるっていうか。ゆいがさんの強みはそこじゃないんだよ。うなちゃんマンって圧倒的、うなもゆいがも不可視力だけど、不可視方が全然違うんだよ。佐野の、ゆいがの不可視方っていうのは、自分が思い込んでて、なんつうの、圧倒的な知識量のなさから来る面白さなのね。知識量がないのにあるっていう風なキャラクターが面白いわけじゃん。だけど、その、ふかしスタイルのうなって全然違くて、うなのね、ふかし方っていうのは、煽りスタイルと、あと、リスナーの頭の良さなんだよね。そう。結構、雑学の量は、うなちゃんマンのスタイルは雑学の量が多くないといけないから、どちらかっていうと、うなスタイルに近づくの、俺の方が近いと思ってる。ただ、俺がうなちゃんマンをやるときに何が足りないかっていうとキャラクター力なんだよ。うなちゃんマンの凄さって圧倒的なトーク力、雑談力とキャラクター力のその3本の柱なのね。で、そのキャラクター力で言ったらゆいがさんはうなちゃんより強いの、はっきり言って。素材としては強いんだけど、でも、そのうなちゃんみたいに知識力を出そうとしてるけど足りないわけよ。いや、俺結構分析タイプだから。だから、そこが噛み合ってないからダメなんだよ。ゆいがさんはもっと、その、面白キャラ、いじられキャラに特化していったら、もう、ダントツの大手になれてたんだよ。うん。うん。いや、認めないからでいいと思ってるよ。キャスのゆいがおすすめに乗らないのがもったいない。もったいないね。面白いね。ゆいがさん。そう、いじられるの嫌いなんだよ。ここがね、惜しいところで、いじられるの、向いてる人ほどいじられるのが嫌いなんだよ。石野とかがそうだったよね。いじられキャラっていうか、いじられるのが美味しいって思えないんだよね。いじられキャラの人って。やっぱね、ビートたけしやりたくなってるんだよ。いじる側の方が、すごいと思っちゃうんだよね。だから出川哲朗の凄さを理解できないと、いじられる凄さみたいなのは理解できないと思うよ。うん。出川哲朗は超一流だからね。わかるっしょ、これ。逆手に取るぐらい。うん、いや、認めないのが確立してるから、俺はありだと思ってるよ。出川いじられるの嫌いって言ってたよ。いや、そこが面白いじゃん、また。なんつうんだろう。いじられるの嫌いだけど、いじられることを拒否はしないじゃん。そこなんだよ。嫌いは嫌いだと思うよ。なんつうか、拒否する人っているじゃん。でもそれって、出川がいじられた瞬間本気で切れたら番組成立しないわけよ。出川はそこ乗っかるじゃん、プロとして。要は配信者はさ、それで俺はそういうキャラじゃないからみたいに突っ跳ねるじゃん。うん。素で切れちゃうからアンチ増やすしもったいないよね。もったいないね。ゆいかさんは、いや、まだまだ伸びると思ってるけど、俺は。ちょっと今ハマってないって感じかな。ゆいかさんがやろうとしてるスタイル。ああ、じゃあ、ゆいがさんが目指してるものがハマってないって感じだね。そこじゃないよっていう。うん、ゆいがさんもっとすごいのにっていう。うん、
ただね、やっぱね、難しいよ。自分のこと客観的に見るって人間なかなかできないからさ。だから、俺がよく言うのは、その、俺ってキャラクター力ゼロなんだよ。本当に。こんだけ、その、なんつうの、売名に使える元ネタみたいなもの持ってるのに、キャラクター力が圧倒的皆無なんだよ。キャラクターを押してないでしょ。和道っていうキャラっていうとよくわかんないっていう。ただ、何やってきた人っていうと、歴史はいっぱいあるじゃん。要は、二つ名みたいなものが多いんだよ。だからね、そこは俺の弱さなんだよね。要は、演じきれてないっていうか。和道っていうキャラがね、あんまり確立しづらいキャラクターなんだよ。これどういうことかっていうと、外部をね、もっといじっていくキャラなんだよ。だから、水道橋博士とか伊集院光って言ってんのそこで、周りのネタをこねくり回すキャラなんだよ。だからね、看板番組ができないと思う。うん、俺、キャラクター弱いと思うよ。うん、あー、Q 太郎いいとこついてるな。うん、そう、キャラ、俺はキャラ弱い。そこはね、自分で分かってる。っていうのも、キャラ商売が嫌いだっていうのがあるから。自分の中でキャラクター確立していくと演じていかないといけないから、幅が狭まると思ってんの。トイレ行ってくるわ。そうだね、自由度は高いと思ってるね。あとね、俺がもしユイガさんと絡むんだったら、ユイガさんを伸ばすことだけの絡みだったら、俺一個秘策があるよ。それは絶対みんな面白いって言ってくれる。要はね、ユイガさんに俺がすり寄っていくので、ユイガさんにも嫌われずにいい関係を築けて、さらに面白くするのはひったすらごまするっていうキャラクター、ユイガさんパネースっていうキャラクターがいたら、ユイガさんの面白さがめちゃめちゃ面白くなる。で、その要はね、本人が否定されるの嫌いなわけじゃん。おもちゃにされるの嫌いだけど、ごますってくるヤンキーの射程タイプがいると、あの人は絶対伸びるんだよ。この構成が必要なんだけど、だから周りの配信者がユイガさんを生かしきれてないんだよ。いや、ユイガさんマジかっけーっすーって言って、へんてこなことを言わせたら面白いでしょ。俺はもしユイガさんとタッグ組むって決めたら、そういうキャラに徹するね。いや、ユイガさんかっけーっすわーって言って、もっと聞かせてくださいよって言って、ボロが出るのをひたすら待つと。で、ボロが出てわらわらってなっても、すげーってやるの。で、次のボロを出すっていう。便所は、いや、笑うでしょ？だからこれが企画力なんだよ。構成力と。うん。便所は周りのネタこねくり回す割に寒いんだよな。だけどそれがサメちゃんだと面白い。サメ島さんはコメンテータータイプなのね。要はね、周りのネタを使うのは便所太郎さん。要はアンテナの張り方うまいんだけど、コメント力がね、偏らないんだよ。だけど、サメ島さんの面白いコメンターっているじゃん。コメンターの役割って暴論を言うところなの。明らかにそれ理屈として間違ってるけど面白い。だからマツコデラックスなんだよ、サメ島さんは。うまいのは。要は明らかに間違ってることを、それが正しいっていうキャラなの。それがサメ島さんはキャラの特化。うまいところなんだよ。あれ分かっててやってるから、本人。要は正論も常識人なの。実はサメ島さんって。だけど、これをこういうコメントしたら面白いだろっていう切り返しがうまいの。だからそれは何かっていうと、俺はマツコデラックスだと思う。ニコ生で見た和道さんですか？あ、僕ニコ生ずっとやってましたね。うん。他に左右、持論を？ん？どういうこと？だから、マツコデラックスとサメ島って言った時に、全然違うよっていう人はセンスない人だよ。うん。
私も鮫島が現役ナンバーワンだと思う。コメント力とかだったり、切り返し力であったりとかは、俺は鮫島さんはすごいレベル高いと思ってるよ。うん。すごいレベル高い。あの人はだから、もっと配信者いじりやった方がいいと思うよ。で、間違ってるんだけど面白いんだよ。で、面白いってことは正解だから。だってさ、俺ね、この前ね、職場で鮫島さんがふわっち最近やってたから、ごめんって、挨拶だけ、職場から和骨って言ったの。その時の一瞬の切り返しがすごい面白くて、おめえ働いてねえだろ、嘘つくんじゃねえよって言ったの。で、みんな、働いてない、働いてないって。で、それ働いてるから間違いなわけだけど、本人分かってて言ってるわけよ。それを言ったら面白いっていうの、一瞬の本能でできんの。そういうことよ。うん、いや、鮫島さんは実はスキルすごいあるよ。で、俺にできないスキル持ってるから面白いよ。そう、相手のキャラクターの、なんつうの。そう、そこがね、うまいんだよ。うまいんだよ。そう。沸かせるんだよね。それを芸風として持ってるの。ただ、その芸風っていうのがキャラと噛み合ってて、顔とかのイメージのキャラと噛み合ってて、誤解する人が多いのよ。だから評価が遅かったの。最近でしょ？鮫島さんが評価されたのって。要は、うざいキャラとか突撃キャラだったじゃん。要は、絡んでくるキャラで、迷惑な人だよねって、芸風として認められなかったんだけど、最近、あれ？鮫島さんって実はトークスキルもあるし、これキャラクターでやってるんだっていうのがだんだん分かってきたの。それはね、鮫島さんのここ2、3年で進化したところで、要はね、人間性を見せるようになったの。要はね、いい人キャラも少し織り混ぜるようになったの。9対1で。ここがすごい上手いの。それまでは、その、キャラに縛られてて、本人そんなキャラじゃなくて、本当は優しい心持ってるんだけど、要は尖りすぎてたんだよ。そう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 。便所だとテロップ便所現象。俺でも、便所さんのやり方は、便所さんのやり方で正解だと思うよ。っていうのも、ここ数年でいきなりあそこのまでの大手のポジション取れたっていうのは、すごいし。で、俺、便所さんの一番向いてるのは、やっぱね、捨て頃見てて思ったのが、プロモーター？あれは便所さんじゃないとできないから、便所さんはね、もうバンバン企画打ち出していくのがいいと思うよ。で、便所芸は向いてない。正直言うと。便所芸は向いてない、便所さんは。そうじゃなくて圧倒的な、あの人頭いいんだよ。で、人間関係作るのめちゃめちゃうまいの。だからね、ネゴシエーターっていう、ネゴシエーターじゃなくてね、コミュニケーション取り合って企画作るのはうまいよ。だから香川さんがやりたかったポジション取りに行けばいいんだよ。うん。便所さんはね、っていうか便所さんはまだその配信歴そんな長いわけじゃないから、まだまだ進化するっていうか、むしろよくここまでやってると思うよ。すごいと思うよ。まあ好きか嫌いかは別問題だけどね。人間だから嫌い、人間的に嫌い好きっていうのは絶対出てくるから。関慎吾関慎吾は、俺今が頭打ちだね。これ正直に言うけど、俺ね、今月苦労する配信者って孫子だと思ってるの。で、関慎吾はレジェンドだけど、もうこっから先はないと思う。ループゲーだと思うよ。うん。これ以上、花開くことも閲覧が増えることもないっていう。要はもうコアなファンが確立されちゃってるから伸びしろがないんだよ。だけど、彼はすごいからね。それを前提として言ってる。俺の3倍、4倍すごいけれども、こっから発展することはない。うん。うん。ないですね。便所話詰まったら動画ばかり流してる。便所さんはね、正直言うと器用すぎるんだよ。うん。なんだろうな。俺、便所さんは便所さんすごいと思うけどね。吉井に怒られるのを売りやすそれがなくなった。いや、違うんだよ。もうパターン化されちゃってるから、パッケージができてんの、なおちゃん。で、一番面白いのは吉井さんに怒られてる時なのは知ってるわけよ。もう、関慎吾の。リスナーは。だけど、それって毎回毎回吉江さんに怒られるネタ作るのって疲れるじゃん。だからあれができるのって3ヶ月に1回か半年に1回なんだよ。
その時は瞬発的な風速でバーって行くけど、でも、ヨシエさんを配信者としてもう使っちゃったから、もうきついと思うよ。もう伸びしろないと思うよ。うん。赤信号はだから今が、もうピーク、ピークっていうのはピークをどれだけ伸ばすのかっていう、寿命をどれだけ伸ばすのかっていう段階に、そう、ヨシエさんが分かってきてるから、俺は終わったと思ったね。そう。だからでも、俺は、ノンタンに、これ裏話するけど、ノンタンによく言ってるのが、ノンタンにヨシエさんをやってもらいたいのよ。うん。これは本当にある。たくみさんにも言うんだけど、リクチには言ってないかもしんないけど、俺の配信に出た時にもっと怒る人がいたら伸びるんだよ、俺。もう、発狂してほしいのよ、後ろで。わかる？それ芸風としてでもいいし、本気で怒ってもいいから、カメラが回ってる時にぶつけてほしいんだけど、でもどちらかっていうと俺のことを好きになる俺の取り巻きの人っておとなしくて優しい人が多いの。わかるかな？なんか和道好きだよって言って見守るタイプが多いから、俺のこと好きになるのって、だから俺にねこうガーって言うタイプの人がいないから、それは待ってるんだけどね。それがうまくいったのがあれだよ、あのルリだよルリルリはめっちゃ面白かったじゃん。ヤミーが最近見れるようになった。以前はチンピラ感がひどくて無理だったね。それは慣れだね。これヤミーは伸びると思ってたから、うん、ヤミーに朝方の放送の時間帯変えろっつったの俺なんだよ。それだけで伸びるっつって、キャラ力が強いからヤミーは絶対行くよって。ただ時間帯が悪すぎるっつって、もうただ朝の放送を時間帯変えるだけで君大手になるよっつったの俺。うん。最近のエセアカのオワコンすぎるところはどう思いますか？どう思う？俺、エセアカがきっかけでふわっち入ってきたからね。感謝してるよ。いや、ルリはありがたかったよ、キャラクター的に。俺は。便所すごいのは今回のイベントあったからじゃない。イベントを大きくしたきっかけは優雅だと思う。配信者じゃないからわからないけど。あ、多分ね、裏方の動きを見てないからわかんないだろうね、それは。あの、裏方の動きを見たときに、ベンゾさんの動きはパーフェクトなんだよ。あの、ユイガだと思うって言ってるのは実は間違いで、ユイガさんをうまく手玉に取ったのは実はベンゾ太郎さんなのね、あれ。うん。そこはね、多分ね、配信者の影響力みたいなものがリスナーさんには見えちゃうんだと思う。シンゴは全国のニートに自分より下がいるって安心させる放送。ああ。自分配信絶望的に向いてないからな。カメラ意識すると喋れなくなるし。そうなんだよ。あの、配信者の最低の条件っていうのは、カメラが回った時に余計3倍喋るやつの方が向いてるのね。そう。やっぱりね、カメラを意識した時に意識することはいいことなんだけど、喋りたくなる性質のやつは伸びるよ。ふわっちはコメント優しい。その影響で自分毒が抜けた。うん、まあでもこれが本来あるべき姿だと思うよ。ニコ生が尖りすぎたんだよ。だから今ニコン生外役説が出てるでしょ。もうニコ生は純粋に楽しめなくなるし、終わったコンテンツだと思うよ。正直。だからニコ生でやってる配信者で、ある程度面白いっていうのも、緑さん、よっさんぐらいじゃないの。使いこなしてるっていうか、あのツールを。もう無理だよ。もう居心地いいよね。なんかニコ生ってだってさ、配信者を叩かないといけない使命感みたいなの出てこない。なんか知らないけど、こいつを叩かなきゃっていう使命感を持って見てるでしょ。ここでシークレットマッチでうなちゃんマン VS ユイガを実現させたら便所もすごいんだけどな。俺腹抱えて笑うわ。ニコ生超会議のコスプレは全。ああ。まあだから、オタク向けのツールだよな。どちらかっていうと。うん。な、萌え系とかさ。そういう人たちはまだ伸びしろがあるかもしんないけど。いいコメントできない。な、囲えないよね。うん。
ニコ生は若い連中が企画持ってやってると思う。最近ニコ生見てねえかな。まあだけど俺はもうあそこの配信サイトは終わったサイトだと思ってるから、正直言うと本当に伸びしろがないね。配信しないとき、最近はパチスロ行ってることが多いかな。あとはのんたんと過ごしてたりとか、結構パチスロにハマってますね。配信者同士でぶつけさせて喧嘩させるのは盛り上がるね、なぜか。盛り上がるっていうか、まあ学校の噂と変わんなくて、誰々と誰々が喧嘩したらしいよって好きじゃん。だからそれとあんま変わんないと思う。ニコニコじゃ割と荒らしてた側だった、一部の放送だけど。ほう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 。何打つって主語を教えて。何打つってコメント、俺匿名コメント打ったこと一回もないんですよ。匿名でコメント打つって本当に嫌いで、俺は自分の ID からしか打った、あ、ワンワンのところにコメント打ったことは何回もあるの。唯一その匿名コメント打つのはワンワンだったんだけど、なんでワンワンかっていうと、本垢はすぐブロックされるから。だから匿名コメントで分かるように和道のコメントでずっと打つっていう。あ、パチスロー最近え何どうした、のんちゃん、何今ゴーンって、何もしてないよ。エヴァンゲリオンの新しい台打ってるね。あの台面白いですね。でもまあ FX やりたいなとか思ってるけど、最近は。株か。株よりも日経225の先物の方が興味ある。株一個一個の銘柄見分けるのって難しいけど、日経平均読むのって結構簡単だと思ってて、ただあれってどういう仕組みでどこまで保有できるのかっていう、その先物取引の概念がよく分かってないから、そこ次第かな。株ってほら長期保有できるけど、先物ってできないんでしょ。 FX 和道さんに向いてる。FX はなんか、俺中、いくつの時、18歳ぐらいの時に友達から300万用意して FX 始めるって言って、パソコンの前で一緒にいたの。なんか FX のなんか初心者本読みながら、俺 FX 始めんだよ、つって300万用意して、目の前で見てたのね。おー、今流行りのやつか、つってたら、そいつが本読みながら、なんかカチ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 やってて、よくわかってないのよ、打ち方も。で、ってやってた、あれあれないないって騒いでて。どうしたのかなと思ったら、そいつレバレッジをなんか100倍ぐらいでかけてて、一瞬で300万溶かしたの。俺それ見ても本当に腹抱えて笑って。もうそいつの絶望的な顔、300万が本当ものの10分でなくなった時の顔をさ、覚えてるから。昔さ、レバレッジってとんでもないのをかけられたんだよ。そう、それでさ、もう怖えと思ってさ。300万ってこんな一瞬でなくなるんだっていう。それで俺は FX はやばいものだって思ってる。それ配信回してたら超美味しい。俺そいつの顔今でも覚えてるもん。生まれて初めて FX やって5分で300万溶かしたんだよ。笑ったよあれは。そいつの顔。この前ニコ生でチクラン100位以下のおっさんの放送で、お前糖尿か豚なんだよってコメント打ったらブロックされた。いや、それはまあブロックされるだろうな。レバー100倍とかあったよね。俺が、18だから14年前ぐらいって、レバレッジ200倍とか300倍とかなかったっけ？デモトレードね。レバレッジあったよね。200倍、300倍って。なんかとんでもない時代だったよね。規制が入って今50倍とかしかできないんでしょ？まあ、借金背負わなかっただけいいよな。まあ、そいつ FX の本その場で捨ててたけどね。二度とやんねえとか言って。
50までだったっけ？今25。え、昔300とかなかった？俺の勘違いかな？なかったっけ？デイトレ？ね。今は25なんだ。おお。昔のレバレッジ、どれくらいだったっけな。いや、なんかとんでもないレバレッジ、なんか一番マックスにしてたんだよね、そいつが。うん、検索してみよう。FX、昔、レバレッジ。300万にしよう。今どうしてる？いや、そいつね、すご、あ、昔は400倍だったんだって。昔はマックス400倍だって。400倍、50倍、25倍だって。だから300倍やっぱやってたよ、そいつ。うん。レバレッジの規制が行われる2010年までは、レバレッジ100倍、200倍、400倍の FX の会社がたくさんありましたって。やっぱ記憶は合ってたわ。そいつ300倍かけてたもん。50でも速攻300万をポンペン。何やってたかは知らないんだけど。一発逆転狙ってるとかじゃなくて、なんか入門書を読んでて適当に操作画面。だから、チュートリアルをやってる感覚なのよ、本人からすると。あの、なんつうの？このゲームはこういう風に操作しますよっていう段階。要は、FX これから始めるよ、集まれって言って、俺とそいつがいて、パソコン起動するところから見て、ものの10分で消えたのよ。ああ、どうやってやんだ？カチカチ。これがこうで、あれ？ないって。笑うでしょ。もう、そいつのキャバを俺ずっと黙って、もうニヤニヤしながら見てて、わ、こいつやったわ、と思って。なんか入門書もまだ3ページとかの、なんか操作方法みたいなところ、こんな本でさ、3ページくらいで止まってて、あれあれカチカチって言って、証券会社の書類とかもうガサガサやってんの。なんで俺の金ねえんだつって。笑うぜ、ほんとに。いや、そういう時代だったからね。逆に言ったら、それ逆もあって、300万が600万とか、ね、そういう風になってたんだよ。いやー、もうそれは笑ったよ。それは本当笑ったよ。だからそれを見てから俺は FX やるのは怖いって思ってんだよね。怖えよなー。そもそもレバレッジっていう考え方がさ、詐欺みたいなもんなんだから。いや、わかんない。だから多分その証券会社のマックスの数字でやっちゃったんだろうね。ガーって。はい、いってらっしゃい。今、ふわっちリスナーの財布の紐が厳しくなってきてると思う。いや、使うタイミング失ってるだけだと思うよ。うん。使うタイミング。俺でもね、それはね、先月末ぐらいから思ってたね。うん。花火の数が減ってるから。うん。そう。多分ね、そういう時期なんだと思うよ。花火ください花火ちょうだい。うん。食ってけないから。FX 配信かな？株かなんか、うん。なんかやろうと思ってるよ。ハッチありがとう。花火ありがとうございます。ハッチありがとう。っていうのも俺が一番原因あるのが、あの風船とかを大量にできる仕組みがあったじゃん。あれでね、金使いすぎたんだと思うんだよ、みんな。だからね、今現金ないんだよ。風船10個とか、あ、風船999個とかできるようにしちゃって、なんかね、一回ね、使いすぎたんだと思うよ、リスナーが。FX 放送は面白くない。まあ、やってない人からしたら面白くないでしょ。うん。まあ、パチンコ、そうだね。パチンコより全然いいと思うよ。だから、ギャンブル感覚で、遊び感覚でやるのは、うん、いいと思うよ。いきまーす。ハッチさんから花火いただきました。ありがとう。いきまーす。よし。よし。3。よし。5。
ありがとう。でもまあ俺はなんだろう、 FX とかってあれはギャンブルだと思ってるから、うん、賭場がでかいだけだと思ってるね。あれ合法ギャンブルっすよ。そう思わない？ギャンブルだと思う。そんなこと言ったら自分否定になるかも。いやいや、それでいいと思うよ。いや、ギャンブルはギャンブルだと思うから、本当に。どう考えてもギャンブルでしょ。法的なギャンブルだ。そこそこ勝ち目のある、いやっていうよりも一番賭場のその賭場に払う金が少なくて、要は手数料だけで、で勝ち負けっていうのが一番フラットにされてるギャンブルっていうのが俺の感覚。要はギャンブルっていうのは賭場が儲かる仕組みなのよ、確実に。もちろんその賭場よりも儲かる人は確率的に現れるんだけど、賭場が一番安定的に儲かるの、手数料ビジネスだから。だから競馬とかも 25% 宝くじだったら半分国に持ってかれるわけ。パチンコ屋の大体率っていうのが 30% とか言われてるから、要は1000円払うために300円持ってかれるビジネスで、 FX っていうのはどんどんそのマーケットがでかいから、証券会社が値段競争で下げて下げて下げてってやってるわけじゃん。賭場が一番儲かるでしょ、うん、でその FX の面白いというところはさ、その世界の情勢を読み込んでいかないといけないから、学問にもつながってるわけよ。そうそう、テラセンってやつね。あれはテクニカルファンダ的に分析が優れていて、資産管理がうまいと食ってはいけない。俺もそう思ってるよ。だから賭場がでかいから攻略法があると思ってんのね。うん、あ、ゼロサムじゃないだけね。はいはいはい。あと、そうそう、あのかける金額とかある程度その資本によって自由に設計できるわけですよ。パチンコとか競馬とかの場合ってさ、ある程度確率とかみたいなの決められてるわけじゃん。そこが面白いんだよね。だからその奥が深いゲームだよね。でもまあ資産運用、現金保有してるよりも全然ありだと思う、うん、ゲーム性としても面白いし、うん、スプレッド手数料は今はどこも安いよね。まあそのネット証券始めたの日本だと松井証券かな、が一番最初に始めて価格破壊を起こしたはずなんだけど、まあそりゃそうだよね。昔はさ、トレーダーが手数料ビジネスで人件費かかってたわけじゃん。でトレーダーに電話しないと買えなかったわけだから、そこの何つうのコンサル業みたいなのも彼らはやってたんだけど、銘柄ここがおすすめですよ、買いますかみたいな電話営業をかけて金持ちとしてぶっこんで、で債権をもらってたわけじゃん。その分取っ払っちゃえって考えたのは頭いいなと思うけど、松井だよね確か、日本で一番最初にやったの。 Thank you.
だから簡単に言うと証券会社選ぶっていうよりももう価格勝負になってるじゃん。チカーノになった日本人出たら見ます。チカーノになった日本人出たら見ますってどういうこと？あのなんだっけな、あれで見たよ、チカーノの日本人おじいちゃんで何で見たっけな、クレイジージャーニーとかなんかで見た気がするけど、そういうことじゃなくて、でも1000万を1億にする配信したら1億、俺はそれ投資的に考えると、ただそのリスクが上がるだけで、増やす金額を増やそうと思うって元手の数と それなんだよ。企画的には面白いかもしれないけど、俺はその1年間で1000万を1億にするっていうのはリスクがありすぎると思ってるの。アメリカの、そう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 、確か松井証券だったと思うよ。うん、まあ、逆になんで FX 知らないのにそんな雑学が入ってるんだっていうの自分に驚きだけど、ね、なんで FX も株もやってないのに松井証券がネットトレード初めてだって知ってるのかっていう、ちょっと自分に引いてるわ。でもね、俺はね、FX の面白くないところって無形資産が手に入らないところだと思ってて、そこはね、やっぱ人生的に面白くないですよ。でもだとリスナー集まらないのが問題。まあ面白くないでしょ。リスナーがワーキャー言って苦しんでるところとか見たいわけだから。うん。だから配信と絡めるんだったら負ける配信の方が面白いと思うよ。だから関慎吾スタイルだよね。あれは芸風だから。だからもし俺が、FX やるんだったら、FX の福ちゃんっていう人がいるの。ニコ生に。その人とひたすら逆張りするっていう配信やるね。その人2、3億とかしてるんだよ。福ちゃんって人。FX2、3億もこの数年間で溶かしてて、この人のひたすら逆張りをし続けたら、奥の資産築けるわけですよ。それ面白くない？もう、ずーっと福ちゃんの画面見てんの。FX 知らなくていいんだよ。この人は負けるっていう実績があるわけだから、大手配信者なんだけど、俺はそれをずっと福ちゃんの放送を見ながら逆張りをし続けるっていう。どう？それ面白くない？で、もう資産をどんどん築いていくと。だから関慎吾の逆張りやってればいいんだよ。絶対勝てるよ。それ面白いでしょ？それは前からやりたいと思ってたね。この人の負けの安定感すごいっていう。もうすごい絶大な信頼がある、負けることに関しては。でもさ、理屈で言ったら勝つ確率高いじゃん、それって面白いでしょ、うん、俺はずっとこの人負けてるっていう信頼があるから、だったら逆張りしたら勝てるのになってずっと思ってた。思うよね、うん、そしたら資産築けるんだよ。パン粉も3000万まで増えた。あとね、あの、FX の難しいところは、勝つか負けるかじゃなくて、あの、要は、元の金ってあるじゃん。要は自分の資産に対するパーセンテージでどれだけ金を動かすかっていうゲームだと思ってんの。要は、負けないように動けば勝てるっていうゲームだっていうのが俺の持論なんだよ。これわかんないよ。投資やったことないからわかんないけど、あの、間違ってたらごめんね。俺、その理数系の考え方しちゃうの、こういう時。あれは、参加し続けて、負けない理論で打つっていうことができるの。で、ゲームの参加数を上げていって、例えば100万円持ってたら、俺だったら1万円で動かさないで1000円で動かすの。で、例えばバイナリーオプションとかで考えたら、1000円を12回買ったらどうなるのかっていう。1000円って1000回ゲームができるんですよ。で、目標金額を決めるの。ポーカーに似てる、そうそう。あのね、ポーカーの白黒の理論があって、連続して、黒と赤だけのルーレットで、連続して、その、黒が出る確率、赤が出る確率っていうのが、数学上出せるんですよ。だから、3回連続で、あの、黒が張った時に、次、あの、同じ色が続く確率って確か 0. 何パーとかなのね。俺、そこで逆張りをするんだよ。その理論合ってるよ。損しないことがいいって有名な。そう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 。俺だったらそういうスタイルをやってたの。だけど見てる方はつまんないんだよ。投資って見てる方はつまんないんですよ。勝つやり方をすると。勝つやり方って負けないやり方だから。で、FX とかの
攻略法、俺なりに考えたんだけど、何があれかっていうと、唯一のゲームオーバーって資産を溶かすことなの。だけど、プロのトレーダーとかって信用取引とか、お金を持ってなくても逆張りができるんですよ。それができるっていうことは絶対負けない仕組みがもう確約されてるのね。でも一般人っていうのは資本の元手がある程度ないとそれをやらせてもらえないの、逆張りを。確か、俺が知ってる知識だと。だから不利なんだよ。勝つやり方はパターン化されてて見れたもんじゃないの。勝つやり方はね、多分ね、もう情報社会だからトレンドが変わるのが早いっていうのが俺の読み。ふわっちって面白い配信者いませんね。おすすめの配信者います？誰か。例えば、キャスで言うとこの人とか、ニコ生で言うとこの人面白いっていう。うん。多分、俺、ふわっちに面白い配信者がいないんじゃなくて、真ん中の売春婦さんの中でハマってる配信者がいないだけなんじゃないかなと思ってて。っていうのも、配信サイトが面白い面白くないじゃなくて、結局、配信者ってどこでやってても、ね、人を見るわけだから、動物園に行ってお気に入りの動物がいなかったっていう風に聞こえるの。だからその動物園は面白くないっていうか。だったら好きな動物がいる、だったらその好きな動物なーにって聞きたいんだけど、どうなんだろう。当たりなんだ。だからね、負ける人の特徴ってね、多分ね、100万元手にあったら100万ぶっ込んじゃう人とか、50万ぶっ込んじゃう人なんだよ。ゲームの参加数が少ないんだよ。あくみちくんこんばんは。トレンドの変化は昔と比べたらものすごい早い。今回のトランプ政権になってから乱高下激しい。俺トランプ政権に関しては絶対これ有利じゃんって思ったけど、こんな読みやすい相場ないだろうって思ったけど、さっき話してここ3ヶ月ぐらいで花火爆投げしてみんな金欠だよな。あー多分それあると思うよ。あ、っていうよりも俺はこう読んでる。FX で儲かったりすると花火の投げる率ってすごく高くなるの。だからね、今ね、世界情勢の相場がなぎになってるんだよ。要はね、財布の紐固くしてるだけだと思ってる。実際トランプ政権の頃みんな金持ってるからバンバン花火投げてくれんの、ご祝儀で。だからね、景気がね、ちょっと安定してきたんだと思うよ。FX 配信だけど、振りは面白い。株配信なら瀬戸際さんが面白い。ほー。株はね、まあ読みやすいなぁとは思うけど。でも俺、スイングトレードなんだよ。多分俺のやり方って。デイトレード向かないのね。だから、配信しててもずっと保有してるだけだから、2週間ぐらい持たせると思うよ。キャスでミズニアン始まった？俺、ミズニアンリスナーじゃねえかんな。うん、それを言われても、何の心もときめかない。トランプはビジネスマンだから自社や金持ちに有利な政策打ち出して円安になりそうだけどな。だからまあ読みやすいよね。うん、彼は頭いいから。アメリカの景気自体は良くなると思うよ、俺。基本スイングだ。一番期待値高い。うん。スイングは、不祥事が起こらない限りやりやすいと思うよ。これ別に嫌いじゃないよ。嫌いじゃなくて、関心がないって言った方がいいと思う。嫌いではないよ。関心がない。だから知らないに近い、水にゃん。嫌いよりも下。関心がない。政治家としては三流だけど、ビジネスマンとしては超一流だよね。いや、超一流でしょ。トランプは。まあ、アメリカらしくて面白いけどな。トランプを大統領にするっていう発想がすごいよね。カブニートさん、瀬戸際さんって5人いる。どの方です？知らん。わからん。まあ、うん、あれだよ。放送履歴見てみるとわかんじゃないの。フォロワー数とか。5人クリックして。あ、これが本物かっていう。フォロワー3人とか偽物でしょ。
平日の朝9時ごろおすすめに出てくるから見つけやすい。結構人集めてるよね。アクティブ300人ぐらいとかそれくらいいると思うけど、結構上位にいつもいる感じだけど、なんか今ふわっち FX 配信がトレンドだよね。すごい増えた気がする。はい、もしもし。もしもし。もしもーし。もしもーし。もしもーし。もしもし。なんだろう。はい、こんばんは、くまさん。カラオケ行こうかな。アドさん非常に頭がいいと思いますが、なぜ中卒なのですか？ディスってるわけではありません。ちょっと気になったのに。義務教育を受けてるときに思ったんですけど、俺がやりたいことを、将来設計を考えてたときに、学校で学べることは一つもないっていうふうに判断したんですよ。学校から教わる子、その時に考えたことね。これは、まあ、後から考えるともったいなかったなと思ったんだけど、なんだろう。ここで、要は、なんだろう。俺に教える人の中で、俺が頭がいいと思った人が少なかったんですよ。で、まあ、俺よりも頭悪い人になんで俺を教わんないといけないんだろうっていうふうに考えて、だったら、社会に出た方が有利だなって考えたの。だから、学校に行かないっていうのはもう中2ぐらいから言ってたね。高校に行く必要がないって思ってて。でも今考えると日本社会においては失敗だったなと思った。うん。俺が甘かったなと思って。うん。なんでかっていうと、日本って権威主義だから、肩書きとかでビジネスチャンスっていうのはすごい多くなるのよ。だから、いい大学とかいい高校出たら人生変わってたのになと思って、そこは、そういう指摘をしてくれる人がいなかったんだよね。俺の周りの大人で。あ、それはもったいなかったなと思ってるね。うん。だから俺を論破する大人がいなかったんだよ。まあまあ、でもそれ成り立ってるからいいんじゃないかなと思ってるけど。ね、例えば、どういうことかっていうと、俺が話してる内容が、俺が東大法学部卒業っていう裏付けがあった方が多分、人が集まってたのになって思う。だからもったいないことしたなっていう。そう。その方が多分広まり方が大きい、信頼になるじゃん。ハーバード卒業とかさ。だからそれは世間を甘く見てたっていう俺の間違いだね。
人は地位で発言の重さ変えるからね。そう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 。話の内容よりも重要なのって誰が話してるかだから。その時は中学校の俺は分からなかったんだよね、それは。うん。斎藤、はじめさん？斎藤ひとりさん？もう中卒で考え方が似てます。彼はだって、あれでしょ？現金保有資産だけで言ったら日本一なんだよね、確か。株とか、その、土地とかの有価証券みたいなものじゃなくて、現金資産だけを生み出したのは斎藤さんがすごい 1位だって聞いたことあるけど。まあ、もったいないことしたよね。うん、まあ、そんなもんでしょう。うん、生活保護も中卒だから受けれたもんやし、ええやろ。いや、全然関係ないよ。東大卒でも受けれるよ。うん。全然関係ない、そこ。うん。風船プレゼントありがとう。とつまち、俺は来ないね、昔からね。なんか俺と話したい人あんまいないんだ。俺と話がある人が少なすぎる。一軒ぐらい来てもいいよな。一軒も来ないんだぜ。嫌われてんのかな。和道の清らかさにみんな入ってこれない。俺清らかかな？わかんないけど。清らかなの？うん。よいしょか。いただきまーす。千葉？千葉さん？千葉さんとトツ話してみたいけどね。うん。面白い話できると思うよ。うまっ。うん、カップケーキ、チョコケーキだね。ファミリーマートで売ってるやつだ。すごいうまい、これ。チョコレートケーキ、カップケーキです。声全然いいよ。まあ特定しようがないじゃん。なんで声さらしたくないんだろう。よくないよ。そうそう、裏声で話すとかさ。うん、うまいね、これ。あのね、自分が思ってるほど、周りは自分に関心がないから。うん、俺の声叩かれたらどうしようと思ってんのは自分だけなんだ。みんなそんな自分に関心ないよ。ココって誰？ココって誰？なんか今配信してる人。ココ？
ない？どこ？今見てるけど。いや、知らない。ふわここって人？これ？これ？知らない。なんで？俺に？違う違う。え、なんで俺が知り合いだと思ったの？これ。のんちゃんのキャラ、ブロックされてた。うん。のんたんがブロックされてたの？なんかアンチコメントかなんか打ってんじゃないの？何も起きないの。うん。俺知らない、全然。そこもブロックされてる。え？え、そこもブロックされてるの？え、何そこもって、どこ？え、ちょっとよくわかんない、何？え、ブロックされてるって書いてる。そういうサムネでしょ？アスペナの飲んだ。どういうこと？サムネなの？サムネでしょこれ。いや見れてるじゃん、だって俺知らないよこの人。和道と話すメリット教えてくれ。いや話さなきゃいいんじゃん、メリット感じないんだったら。よくわかんねえわ。うん、メリットないと思うなら別に話さなきゃいいだけじゃん。うん、メリットって受け手が考えることなのよ。うん、なんで俺がプレゼンしないといけないんだ、うん、うん、あ、バーガープレゼントありがとう。メリットないんだったらやる人間バカだよ。FC2 は稼げないでしょ。完全競合してるから。FC2 の雑談会はアダルト系だけじゃん、生き残ってくの。うん。ワッキーは完全に FC2 の雑談系壊してないじゃん。いや、まだ全然、進んでないじゃん。全然進んでない。なんとお水入れてきて、これ。ありがとう。和道って俺、31だね。今年。31。シーツアダルトの配信者、この間逮捕されたのに全然配信者減らない。まあ、減らないだろうね。うん、なんか最近 AV 女優が逮捕されたよね。アダルト無修正やってた。見せしめ逮捕が進んでますよ。あ、43なんだ。え、俺43に見える？さすがにショックなんだけど。43は言い過ぎじゃね？そんな老けて見える？俺和道年下なんだってことは俺43以上だと思ってたんでしょ。そう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 、野田石川春日で一個上が鮫島さんとかその辺。今言ったじゃん、関慎吾と同い年だって言ったでしょ。話聞きなよ。今言ったばっかりじゃん。関慎吾、野田造り、
石川紀之、和道とか。なんか配信者の当たり年って言われてんの。1985年は。その前後。クズが大量に生み落とされた伝説の年なんだよ。年齢分かりづらいけど老けて見えるって感じじゃないかな。まあ昔からだね、老け顔。いやだからボゾレ、ワインの当たり年みたいな感じだよね。今年はクズがいっぱい生まれたよーって、当たり年だよーって。85年はクズがいっぱい生まれたんだよね。どう見えても 36?36 だったらお前より年下じゃねえかよ。どういう理屈だよ。43で36に見えてたんだったらさ、年下じゃねえかよ。なんで俺より年上なんだって。どういう発想だよ。足し算引き算できてないでしょ。あ。いや、若く見られたことないね。12歳の時に車のキーを大人に投げられたことあるからね。おう、あんちゃん、これちょっとバッグで入れといてって言われたことある。12歳の時。いや、俺12歳で小学生なんだけど。車の免許持ってないよって、マジかって。俺、小学6年生の時身長186あったんだよ。今とそんな変わんなかったの、体型。昔から老け顔。いや、さすがにあれは笑ったよね。マジでって、お前小学生なのって言われたもん。卒業アルバムの写真とか笑うもん、自分で。でかすぎて。でかかった、小学生の時は。頭二つ分ぐらい近かったね。だからランドセルがきつくて。いや、違う。小学生まで、要は早熟タイプだったのよ。南東身？南東身かどうかはその議論じゃないでしょ。いや、今身長170だよ。だから今と変わらない。日本語わかんねえな、お前ら。今とそんなに変わらない身長が小学6年生だったんだよっつって、なんで身長180になるんだよ。意味がわかんねえな。バカなのかな。酒タバコで年齢確認されたことは一回もないね。一回もない。小学生のあだ名おっさんとかではなかったな。しまっちゃんだったね、ずっと。168っつったのよ。小学6年生の時に168だったの。俺ずっとしまっちゃんって呼ばれてたよ。あとドレさんはなぜか知んないけど、俺のこと和道じゃなくて高光くんって言うんだよね。なんでこの人高光って呼ぶんだろう。これちょっとドレさんそこ面白いんだよね。じわるんだよね。高光くんさっていう、なんで本名の下の名前で呼んでくるんだろう、この人。何アピールなんだろう。小学生のあだ名生ポ？小学生で生ポ知ってるやついねえだろう、さすがに。俺服装次第では学生さって言われてすげえやだ。威厳が欲しい。威厳とかないじゃん。186って言った？おい。186なんて言うわけねえだろうがよ、この野郎。あいつ言ったんだよ。あ、証拠出せよ、この野郎。おい。バカが、お前、配信お前こんだけやっててよ。お前自分の身長間違えるやつどこにいんだよ、バカがよ。おい。いつ言ったんだよ。じゃあ証拠出せよ。おい。この野郎。メロ全員ガッチャガチャにしてやっからよ、この野郎。ああ、いつだよ。
あ、本当に？すいません。あ、俺が間違えたの？すいません。マジで？うん。あ、言ってた。言ってた。あ、言ってた。すいません。申し訳ない。168年。リンゴのスケバーガーありがとう。なんかずれてるなと思った。言い間違えたのね。はい、風船10個ありがとう。暇だな。なんかやらない？なんかやろうよ。なんか面白いことやろうぜ。何やろうか。なんかねえかな。明日はドレさんとトレーニングだろ？浅井さん来るかな？浅井さんだから、あれだよ。西新宿で会ってさ、ツイッターに書いたけど、浅井さんが西新宿らへん、チャリンチャリーンって言ったから、おお浅井さんだと思って。浅井さん和道だよっつったら、おお和道さん和道さんって言ってたから。テンション上がってたから面白いなぁ、うん、はい、もしもし、もしもし、もしもし、なんだ、なんだろうね、なんだろう、よくわかんない。なんなんだこれ。なんで誰も喋んねえんだろう。なんなんだろうね、全然意味わかんないよね。ヤハウェイ。すげえ電話かかってくるんだけど。俺と話すの怖いのかな。すごくない？2時間半待ってるけど誰とも会話してないんだよ。どんだけ人気ねえんだよな。2時間半とつまちしてまだ一回も成立してないんだよ。すげえよな。なんだろうね。逆にすげえよ。酔っ払いっていうか、じゃあ、エトワかけてきたの、突末する前だから。論破が怖い。なんで俺論破するキャラになってんの？そんなに俺論破キャラかな？そんなに論破するイメージついてる？春休み？あー、いや、まだじゃないの？春休みって。不具合？何の不具合？LINE ID 晒してんだけど。
突末だよ。とタイトルに書いてあるぞ。正論の和道。なんか論破するキャラなのかね。ただ雑談しようぜって感じで突末やってるだけなのに。何をそんなに恐れてるんだろう。全然意味が分かんない。論破キャラといえば論破キャラ。俺でもはい論破みたいなことやったことないと思うんだけどな。普通に話してるんだよね。カメハメハのごとく論破する。あんまりうまくねえな。たとえ下手だな。何それ。はっ、調子悪いだろ今日。全然つながらないんだけど、カメハメハと論破が。何にもかかってないでしょ。びっくりしたわ。いや、論破するのは好きっちゃ好きだけどね。誰かと議論するのは好きだよ。春休みかどうかじゃなくて、キッズは土曜だから休みか。前世で論破をいっぱいしてきた。論破のカルマが溜まってんの。論破を。ていうか、論破されるのって、相手側に原因があるんだよ。要は、論が成立してないから論破されるわけでしょ。で、誰でも見抜くことができるんだよ。斜に構えてるやつだったら。だからね、結局ね、自分の喋ってることをよく分かってないで喋ってるだけだと思うよ。多分ね、ニコ生界隈とかの突者の中で、俺論破論破って言ってるけど、まず論が成立してないっていうことをね、ずっと指摘したかったんだよ。どこに論があるんだ。この話に論はねえよっていう。そこが面白いところなんだけど。議論が成立してないのに論破論破って騒いでんの。言いたいこと言ってるだけでしょ、あれ。風邪一週間目か、きついな。ご飯は今カップケーキ食べたんだよ。突って基本ひっくり返し。じゃあ何？テーマを絞れってこと？何でもっていうフリートークがやりづらいの。なんか議論を絞った方がいいってこと？どういうことだろう？何が見たいの？みんなは。何が見たいの？悩み相談にした方が良かった？コンセプトが定まってないのかな？ドドンパのごとくランパね、全然かかってないでしょ。全然ひどいな、今日ハッチ。ひどいな、調子悪いな。コメントが冴えてね、冴えてね。ゲイトツマチ。そうそう。まあ、いいんだよ。トツかかってこない配信者としてやっていくよ。ゲイトツマチにしても、ロハコさんから電話かかってくるだけだから。僕はゲイなんですね。つって。ワイドさん。あ、そうなんだ。つって。
ロハコさんバイセクシャルだって言ってるけど女に興味ねえもんな、うん、ロハコさんは俺ゲイだと思うよ。バイじゃないよあの人、こってこてのゲイでしょ。いやっていうかロハコさんってインポテンツだから、そう、女の子とセックスがまずできないはずなんだよ。まあ男ともできないんだけど、これゲイじゃないよ、うん、ゲイじゃないって断言はできないけど、ゲイだと自覚したことは俺は一回もないね。ロハコさんの女の好み、一回言われたのが藤子を紹介してくれって言われたね。藤子がタイプだって言ってた。女の人はそれ以外言われたことないかな。藤子がめちゃくちゃタイプなんだって。ロハコさんたまにふかすんだけどね。だけどロハコさんはね、やっぱね、面白さを引っ張り出せる配信者が少ないよね。ロハコさんの緑さんはうまかったけどな。ロハコさん絡みが難しいんだよね。いじり倒さないといけないから。いじられるの好きだしね、ロハコさんは。歌舞伎町の藤子、そうそうそう。峯岸藤子がタイプらしいよ。なんか、グラマーな女性が好きなんだ。おっぱいでかいみたいな。ニコ生のランキングたまにいる人、うん、俺でもさ、過疎でさ、今後中堅ぐらいになる配信者見分けんの超得意だよね。こいつ伸びるよって言って伸びなかった事例ないもんね。部屋紹介？部屋？何部屋って？何の部屋？和道の部屋を紹介。ああ、そういうことか。部屋？いや、面白くないぞ、別に。うん、じゃあ部屋紹介するか。狭いよ。のんたんちょっと伏せて。まあ、ここが配信してるスペース。うん、見づらいな。まあ、配信してるスペース、ソファーがここにあって。じゃ、これが机とモニターで。すごい狭いね。で、後ろにベッドがあって、で、向こうにキッチンがある。1K だね。ムンタはいつもこのスライムの裏にいるんだけど、まあ、それだけだね。はい。終わりでーす。狭いでしょ。何もないよ。キーボードこれいいでしょ。リスナーさんからプレゼントしてもらった。狭いよ。めちゃめちゃ狭いよ俺の家。、うん、いや数秒で終わるって本当に。狭いの何にもないし、で、釈迦は冷蔵庫の上にいるって感じかな。釈迦はあそこにいる。めっちゃ狭いよ。
ラフラシャカコアなネタだな。釈迦の息子はいないですね。ラフラっていうのは、あの、釈迦の息子の名前です。無神論者。いや、俺は神はあると思ってるよ。神はいないと思ってるけど、神はあると思ってるよ。俺は神はある。無神論者じゃないよ。トイレ推薦だよ。今時推薦じゃないトイレないでしょ。お、テルチャンピンが風邪治ったっぽいな。神はいない。神はある。これが俺の考え方。なキリスト教の聖書を正しく読解してるね。何やろうかな。なんかどっか行きたいな。なんかいい場所ない。のんたんドライブ連れてって。千葉。へえ、やだ。お金ない。お金ない？そっか。ガソリン代がないってこと？あと高速とか。ああ、そっかそっか。スポッチャ配信、スポッチャってどこあんの？エヴァンゲリオンやる？久々。エヴァンゲリオンやる？エヴァンゲリオン。エヴァンゲリオン解説枠やる？いいよ、全然。ただもうループだけどいいの？いや、彼女ずっといるけど。もうループでしょ？もう聞き飽きたでしょ？ワードリスナーは。またエヴァンゲリオンかよっていう。もういいでしょ？エヴァンゲリオン枠でいいんならやるけど、解説枠。もう多分ね、和道リスナーはもう耳にタコができるぐらい聞き飽きたと思うんだよ。久々に長渕のカラオケ。いや、カラオケも行きたいなと思ってんだよね。カラオケ。のんたん、カラオケはやだ？カラオケ行かない？行かないの？ちょっと可愛いな今の。いや、行きたいなと思ったんだけど。眠い？どうした？のんちゃん、ん？カラオケ行かない？配信するの？配信するでしょ。うん。板橋にスポッチあんの？うん。いや、配信者に向かって配信するのっていうのはさ、ちょっとびっくりする発言なんだけど、俺的には。全部長渕剛は面白いね。オールナイト。桜島ライブやる？桜島ライブ。釣りもできる。ロデオもある。何ロデオって。板橋スポッチャ長渕全然今、いや今でもできるよ、全然長渕剛今振ってくれてもできるよ。
へえ、板橋にあるんだ。これ何時までやってんの？板橋のスポーツは何時まで？配信できんのかな？朝6時までやってんの？24時間営業。え、ラウンド1で合ってんの？施設選ぶ。ほーん。アミューズメント。へぇ。板橋区ってどこら辺なんだろうな。板橋がどこにあんのかわかんねえな。板橋区。最寄りの駅はどこ？西武練馬。赤羽。そうか。ああ。富山公園にある立体感染研究所。行ったね。あそこは行ったね。豊島区の横。ほう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 。ボーリングもあるんだ。ていうかさ、俺思うんだけどさ、配信者の彼女になって配信出たくないってどういう心理なの？それ、のんたん。それ本当に知りたいんだよね。長渕剛で I love you じゃあ歌いますか。いいよ。ちょっと、配信できなくなるから、これ YouTube 用の動画にするから一回切ってもいい？一回切ってもいい？お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。